ポルトガル2部オリベイレンセの元日本代表 FW 三浦知良57が今夏、国内復帰することが決定的となった。複数の関係者によれば移籍先は22年まで在籍した JFL のアトレチコ鈴鹿への復帰が最有力。数は21日、ポルトガルでの2年目のシーズンを終えて帰国した。注目の去就について、たくさん選択肢があるわけではない。 自分の中に決める条件はあると話した。鈴鹿は昨年10月にかつて読売クラブなどでプレーし、カズをよく知る斎藤博史氏がオーナーに就任し、経営体制を一新。継続的にラブコールも受けてきた。カズ自身も鈴鹿には愛着があり、環境も熟知している。横浜 FC から期限付きで移籍したオリベイ連セでは今季公式戦出場6戦のみ。 刺激に満ちた時間を過ごした一方で出場機会は限られた。来月末で契約は満了。残留については可能性は低いと明言し、この日も複数の巨大スーツケースと共に帰国した。今後は束の間のオフを挟み、国内復帰に向けた自主トレを指導する。